なみに何人ぐらいいらっしゃるんですか？今ですね、100人。どうもこんにちは、ビークワイヤーです！ AKB より多い団体ってなかなかいないですよね。バカばっかり。ジャンルとして、まあ、マスコーラスグループ、新しくマスとか100人のコーラスグループとか、まあ、そういうような捉え方が多分一番シンプルかなと思います。僕らはこの形態がお客さんを笑顔にさせるっていう上でベストだと思ってるから。 Why don't you just believe?ライブって英語で言うと生きるじゃないですか。そんな感じですよね。今現時点でこの生きているエネルギーというかっていうものをそのままの塊で投げてるみたいな。まあ、僕もジュージュさんとかねやらせてもらってるものもありますけど、それこそあの久保田俊信さんとか愛さんとか加藤ミリアさんとか、そういうような人たちのバックコーラスをやってる人たちも関わってくれてるし、こっちが笑ってれば笑ってしまうとか、そこの部分をやっぱり引き出したい。銀行員やってます、はい。まあ、感覚的なものではあるんですけど、働いてない状態で本当の世知辛さとか大変さとかおそらく得られないだろうなと思ったんです今ね、グリーとか、まあ、コンテンポラリーその結構古いところで言えばあのシスターアクトとか2とかね、ああいうのがやっぱり好まれて愛されてるっていうのは、現代はインターネットとかそのメディア媒体が普及して、そういう意味では便利なんですけど、つながってるようでつながってないような、こういう社会の絶妙な感じっていうのをおそらく皆さんが感じてるんだと思います。リアルにつながりたい、歌っていうのはそれを軽く飛び越えてくる。僕らはクワイヤーであると同時にカルチャーとソサイティ一つのつながりとしてこのアルバムを提示しているので、いろんな方に関わっていただきながら、それをマスコーラス、100人のコーラスっていうところに落とし込んでいくっていうところに面白みを感じてやってきたので、本当楽しいです。音源を聞いていただいて、これからライブに来ていただくお客さんってきっとたくさんいると思うんですけど、まず見てくれっていう感じですよね。僕結構人生の目標として、どれだけ多くの人と、どれだけ多くの面白い人と会って、その人たちとものを作って、でそれを携えてまた新しい面白い人に出会っていくっていう、今回のアルバムを作る中でもいろんな人に関わってもらったんで、なんていうか自分の考え方変えるような出会いもありましたし、考え方もあったんで、きっと元気をもらえると思うし、そのためにやってますからね。